皆さん、こんにちは。こんにちは。バルセロナからユーミングです。はい、今日もワールドオブワーズのライブが始まりました。あ、声が聞こえてます。はい。さて、えー、今週は、えー、言葉のことでお届けしているテーマに選んだのが意識をするということから、えー、頭と心というお話をしています。 頭で考える、心で考えるで。そもそも心で考えるというね、言い方をあまりしない日本では、心で感じるというふうにね、言いますよねで。心で考えるっていうと、あの、間違ってるよってね、言われたりしていましたが、最近はそれでも心で考えるというふうになってきたようです。 あ、おはようございます。こんにちは。ありがとう、よこちゃん。今日、今週はね、意識をするっていうね、ちょっと深いテーマに入って見ています。ここまでいけるかな。はい。で、その中で、頭で考える、心で考えるっていうテーマを、あの、トピックとね、えー、ことで考えてきていますけれども。さて、じゃあ、えっと、国語の問題でね、 頭で考えると心で考えるについて説明しなさいって言われたら、どんなふうに説明しますかっていうふうにね、思ったんです。日本の国語の問題って面白くて、これはどういうふうに、ここではどういうことが言いたいのかとかね、その行間を読むような教育があったり、あるいはこういった哲学的な問題があったりしますけれども、うん、でもこれはまあ、 多分他の,もっとたあの国でも大学生ぐらいとかになったり高校生ぐらいの時にもこういうことについて説明するあるいはそれについて論議をするという授業があったりしますけれども、はい、でも皆さん、えー、じゃあ頭で考える心で感じるいかのことについて具体的に説明してくださいなんていう問題があったらどんなふうに答えます っていうか、私としてはね、そもそもこれを問題というふうに考えるというよりも、ちょっと自分で感じてみてほしいんですね。観察してほしい。感じてみるっていうか、観察、自分のことを観察しても見てほしい。自分は頭で考えているのか、心で考えているのか、それが、えー、ケースバイケース、 だと思うんですけれども、この時には頭で考えている心で考えているどこで考えているどうやって考えている何を考えているちょっとそんなことを観察してみてほしいんです。実は私自身は、このことを自分で観察した時期がありました。 で今ではね、その頭で考える、心で考えるというふうに分類しなくなったんですね、自分のことを。この時にどこを考えているかっていうことについて。はい。なんですけれども、あの、何か、なぜかっていうと、要するに頭と心でね、同時し考えるっていうふうな場合というか、方法というかね、そういうのを、こう、自分の中で習慣づけるようになりました。うん、そもそもね、 うん、頭で考えてるんではなく、心で考えてるのではなく、全部で考えてる。ただし、その考え方とか、えー、その考えている状態に傾向があるっていうのは、あ自分でもわかるし、それを納得しました。さて、 それをね、一般的に、えー、言われている、その頭で考えている、心で考えている、そしてその頭で考えている人の傾向と、心で考えている人の傾向というのを、えー、これ、えー、見つけたので、ちょっとそれをシェアさせてくださいね。これはスペイン語と英語の、えー、それぞれね、スペイン語圏、そして英語圏で、 探ししてみましたこれは日本の中でも多分探したら当てはまると思うんですけれどもさて頭で考える人たち「えー、ラスペルソナスケピエンさんコンラカベサというふうにスペイン語では言われています、えー、そうねあーここには英語のところではあるんですけど、えー、じゃあ頭で考える人たちはどんな人たちか「えー、ラシオナレスロヒコスエインタ i ペルソナルメンテフリオス これはどういうことかっていうと、すごい、えっ、ー、と、理由づけをする。そして、ロジック、えー、論理で考える。えー、それから、ちょっと、冷静というかね、冷たい感じがするというふうに。えー、人間関係の中で、冷たい感じがする傾向がある。そして、デネンメホル・レンディミエント・エスコラールっていうのは、学校の成績が良い傾向にあるというふうに書いてありました。 どうです皆さん、頭で考える人たちはと言われ、頭で考えると、こういう傾向があるというふうに言われていますが、皆さんどう思いますかそして、えっ、ー、と、英語圏ではね、ね、同じようなものが書かれていたのと同時に、あとは、making good decisions,、uh, thinking logically, not allowing emotions to drive one's thinking とありましたが、えー、決断をするときに、 えー、ロジカリここでもね、論理的に考える。そして、その感情が自分の中の考えにをこう揺らさない、えー、この入ってこないようにするというかね、揺さぶらない、感情に考えを揺さぶられないようにする傾向があるというふうになっていました。一方で、では、心で考える人たち、心で考える人たちというのは、ラスペルソナスケ、ピエンサンコンエルコラゾン。 という人たち英語ではね、people who think with their hearts となっていますが、心で考える人たち、心で感じることを大事にしている人たちは、エモーショナル i フェミニノス、フェミニノス、え、インターポレスナルメンテカリドス感情的で、そして女性的であるというふうに書いてありました。スペイン語のあるところでは。インタープレスナルメンテカリドス人間関係ではあったかい。 人そして、ストレスがかかるこう、ね、大変な、えー、状況の中では、えー、こうすごく神経質になったりそれからあどうしようというふうに、ねえー、こう自分のことをこう感情的に心配になってしまう、えー、そういった傾向があるよ。 というふうに書かれていました。心で考える人たちね。うん、心で考える人たちはどちらかというとナーバス、神経質な考えすぎこ。うん、日本語で言うと考えすぎてしまうという言葉がありますけれども、そんな形かな。はい。そして英語の方では、<music> they make decisions and behave based on how they are feeling rather than what may be rational。 えー、ここではあのもちろんねさっきの頭で考える人たちとかとは対照的にどのように感じているかによって、えー、決断をする傾向があるそして A hard person will talk about his or her feelings というありました、えー、そう心で考える人たちは自分たちのフィーリング感情とか感じていることを 話すあるいはそれを大事にしているよ、それを話す傾向にあるよというふうにありました。さて皆さんいかがでしょうか。皆さんはどちらの傾向にあります。えー、でもあ両方当てはまりません。どちらともはいありがとうございます。あさあこさんも見てくださってありがとうございます。そう心で感じる心で考える心で考えるという言い方はね。 日本語的に言うと、それは違うよって昔は言われていましたけれども、どういうことかというと、要するに心で感じる方のことを大事にする傾向があるっていう言い方になるかな。そしてそれに基づいて行動したり決断したりというふうになっていく。でも、これはね、私はね、傾向の問題であるから、自分をどちらの人間にというふうに判断するよりも、 えー、それぞれ自分の中でこういう時にはこういうふうに考えるあるいは傾向があるよっていうふうに見た方がいいのではないかなというふうに感じています、えー、私自身も自分の中で観察しているを観察した時にああここはすごく、えー、すごくこう例えば決断が早くできるところとかね決断を早くしなければならないと訓練したところとかもあるし えー、そして、あるいはここはもうちょっと感じてみようとか、感じてみてから、えー、考えたり決めたり行動したりした方がいいな。そんなふうに自分を観察するようになったんですね。うん、ですので、例えば頭で考えるロジカルな、えー、こうか考え方についても、そして、えー、心で考える、そのフィーリングとしての考える傾向も、いずれも教育、あるいは 私たちのこの社会の中で教育されてきたものあるいは自分たちで訓練してきたものだと気づいたので自分たちのいいように自分のことを訓練できるっていうふうに思ったんですそれは自分を観察した結果見つけられたことっていうのもありますけれども一つには私が日本という社会からこちらの地中海の社会に移動してその 常識がひっくり返ったというかね、そういう経験があったからこそ、この考え方、あるいは観察眼が身についたんですけれども、皆さん、頭で考える、心で考える、あるいは心で感じるということを、自分はどんな傾向があるのかなっていうふうに観察してみてください。はい、今日はそんなお話でした。 ありがとうございます。はい。そう。時と場合によってどちらも使い分けているような気がします。そう。サーコさんもそうですよね。だから、決してロジカルな人間、自分は、うん、そう。ロジカル、論理的であか頭で考えるタイプだとかね。えー、私は心で、えー、考えて行動するタイプだ。っていうふうに思うのではなく、どちらでも使い分けている。その傾向は自分はどこにあるのかなっていうふうに見ることで、 自分が楽になっていくんじゃないかなと思います。はい。え、横ちゃんもありがとう。あ、そして、としこさんもありがとう。こんにちは。今日は、えー、考える。頭で考える。こうやるタイトル。頭で考える。心で考えるというタイトルでお話をしました。はい。今日も皆さんでは良い一日をお過ごしください。今週はちょっとこの点、深掘りしてみますね。ではでは、また明日お届けします。ありがとうございます。では、失礼します。